どうも、ウェダックスです。本日はアスロン 240GE の方で自作していきたいと思います。で、まあ自作しながら、雑談っていうか、軽くお話ししながら、で最近よく使っているアスロックの B450M Pro 4ですね。価格の割には、もちろんライゼン3000シリーズに対応しているのと、メモリスロットが4スロットあったりして、すごい便利だなと感じております。で、まあ、事務処理用として作るんですけど、アスロンは事務処理にかなり向いているかなっていう気はしています。まあ、TDP が低め。で、まあ、ゲームするにはちょっと厳しいかもしれませんけど、利用能力がそれなりにあるので、その辺がいいですね。動画を見たりとかね、軽い挙動作業等やったら別に問題がないと思いますので、かなり、マルチに使える CPU だと思います、アスロン。で、最近のペンティアムはちょっと微量能力が低すぎるというか、不具合をいくつか持ってるみたいでね、JWCAD とかを使うとなんか、残像が残ったりするような不具合があって、ちょっと使いにくく私はなってます。それがね、なぜか i シリーズやと大丈夫やったりするんですけど、なので最近私はアスロンを結構多用するようになりました。これは多分まあ会社でね、使う上で必要な能力をアスロンが一番持っているんじゃないかなっていう気がしてるからです。はい、矢印の方向を合わせてメモリをスロットに入れます。合ってるとね、ちゃんとスコッと入りますんで、なんかちょっと浮いてる感あるけど、まあ矢印が揃ってれば基本的に大丈夫です。あとはピンを曲げないように閉じてください。はい、リテールファンですけども、これは好みあると思うんですよ。私は正直、好きとは言わないですけども、まあ嫌いでもないかな。なんか多少種類があるような気がしますね。何種類か見たような気がする。で、引っ掛けて止めるタイプなので、ちょっと作業はやりやすいと思う人と、なんかやりにくいなって思う人といると思います。ね、意外と引っ掛けるっていう作業自体が、めんどくさかったりするんでね。違うな。しといて。どっちが閉めるかわからなくなる。で、引っ掛けるんですけど、こうね、意外と引っ掛けにくい時と引っ掛けやすい時がある。で、レバーで締めるだけなので、取り付けはそんなに難しくないんですけど。で、CPU ファンですね。最近ちょっと同じようなスペックの PC をたくさん作っていまして、動画にはしてないんですけど、あと、ちょっとね、季節の変わり目でしんどくないですか？私はちょっとかなりしんどくてですね、今日も鼻がズルズルです。で、なんか常に倦怠感、すごいしんどいなっていう日々を過ごしてます。季節の変わり目にもともと強い方じゃなくて、で、どうしてもそれでかなと思ってます。はい、これで CPU とメモリーを取り付けられました。そして今回はまたサンディスク、最近こればっかり使ってるんですけど、サンディスクの M.2X600 シリーズ M.2 ですね。で、NVMe じゃないんですけど、本当に速度にこだわる方は NVMe の SSD を購入すればいいと思うんですけど、そうじゃない人にとっては別に全然 NVMe の必要性はあまり私は感じてなくて、で、もちろんそのベンチマークとかゲームをやる上で少しでもその数値を上げたいって人にとっては NVMe という選択肢が必要で、値段もそんなに変わらないのになんで NVMe を使わないんだっていう話もあるんですけど、うん、今それはそれ人それぞれですよね。私は
そこまでして NVMe を使う必要性はあまり感じていません。で、とはいえですね、自分のオリジナル PC を作るときは NVMe を使います。だから避けてるわけではないんですけど、やっぱり熱がね一番気になるとこかなと。で、まあ熱といってもこのシリアル ATA やったら熱を持たないかっていうとそうじゃなくて、それなりに熱持ちます。ただ NVMe ほどではない。だから少しでも熱対策が必要じゃない形に持っていきたいんですね、私は。だからこれが結構いいと思っています。そしたらもう M ドットつけたんで、あとは電源挿して OS のインストールまで行きたいかなと思ってるんですけど、 OS がどこにあるかな。でね、最近っていうか結構前からこれを自作と呼ぶなっていうコメントがたまに来るんですけど、まあね、いいじゃないですか。何をもって自作かっていうのはやっぱりその世の中が決めることだと思います。人それぞれ、自作っていうんやったら CPU から作れとかね、メモリーいや マザーボードから作れとかね、そういう話があるんですけど、そんなん無理ですから。で、HDMI か。まあとりあえず今日は動作確認とですね、 OS のインストールまでいければいいかなと思ってるんですけど、 OS の USB どうやったかな。とりあえずこれで電源を入れてみたいと思います。スイッチをインにして電源オン。これで BIOS の画面ですねがこちらに出れば多分問題ないんですけど、今ね起動再起動結構繰り返してるんですよ。最初の開けて最初のマザーって今もう多分3回目ぐらいかな、再起動3回とか4回再起動してやっと画面が出てくるんですね。だから今出てきましたね。これぐらいかかるっていうのをすごい承知しといてもらえればいいかなと思います。でここまで来ればあとはキーボードとマウス、もう一回消えた、キーボードとマウスをつけて OS のインストールまでいけばいいかなと思います。はい、まあブートメディアを入れろというメッセージですね。まあこんな感じでね、もう急遽っていうかできるだけ早くパソコンを今1台組まないといけないっていうのと、でまあちょっと古いパソコンの BIOS をアップデートして新しく CPU を取り付けるという作業もあってですね、ちょっともう1台またさらに追加でパソコンを作らないといけなくて、またさらにその先にもう1台ちょっとパソコンを作らないといけないということがちょっといろいろ重なっていて、最近動画の投稿できてないんですけど、まあいろんなコメントいただきますけど、自作に関してはこれを自作と呼ぶなっていうのはなかなかね、世の中がそういう風に決まっちゃったんで、まあ20年前 の自作に比べたら簡単になったし、20年前でさえ多分簡単な人にとっては本当に簡単やったと思うんですよ。まあ決められたパーツを決められたところに置くだけの作業なんで、で挿すだけの作業なんで、そんなに難しくはないんですね。で慣れてしまえば本当に今こうやって喋りながらできてしまうぐらいのことなので、これを自作と呼ぶなって言われればそうかもしれないんですけど、まあ、世の中的にこれが自作 PC と呼ぶものとなっている以上、まあ仕方がないと思います。で物によってはね、いろいろあるじゃないですか。これ以外にも自作と呼ぶには簡単すぎるものもたくさんありますんで、まあその辺は文化だと思っていただきたいと思います。はい。で今後もいろんなパソコンの自作をしていきながらね、特に私はその初心者さんが分かるような話にしたいんですよ。で自作において起こるミスですね、でこの何年もやってても相変わらずミスはしますんで、その時にこんなミスがあったよとか、こういうことに気をつけましょうっていうことを言っていけたらいいかなと思っております。はい。でちょっと最近ちょっと投稿が少なめになっているんですけど、
季節の変わり目が終わってね、ある程度体が落ち着くのと、ちょっと私のちょっとプライベート仕事含めてちょっと忙しいのでバタバタしてます。その辺が落ち着いたらまたしっかり動画投稿していきますんで、ぜひ今後も見ていただければ嬉しいかなと思います。はい。で、今週ですね、来週かな、ちょっとフォートナイトをね、が上手だっていう子供がいて、その子のためにパソコンを1台提供しようかなと思ってます。それはコラボですね。その子も YouTube をやってるらしいので、その子とのコラボ動画を考えております。はい。とりあえず今日は、アスロンですね。アスロンでマザー CPU メモリ M.2 まで取り付けて電源を入れた状態です。あとは、USB に OS 入ってるやつを突き刺して OS のインストール作業に入りたいと思います。はい。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。